こんにちは、カーピです。さあ今日もカープ純正オーダー強化、3月の最強決定戦に照準絞ってやっていきましょう。今日は称号チャレンジやります。今回称号をつけるカープの選手は大瀬良選手、堀江選手、堂林選手、西川選手、この4名です。はい、今の純正カープ、前提として現時点であんまり称号おすすめはしません。というのも、クリ選手はベスト9タイトルホルダー版の登場が濃厚、 FA 席しない限りスピリッツ3900が登場してきますから、そちらに称号をつけたい。クリバー選手、新人王の可能性があるので、タイトルホルダー版スピリッツ3900待ち。坂倉選手、ベスト9受賞の可能性があるので、結果が出るまで称号待機。菊池選手、ゴールデングラブ賞の候補になるんで、称号まだ控えたいですね。鈴木選手、メジャー2席となるとタイトルホルダー版登場なくなると思うので、称号つけてもいいんですけど、まだ確定ではないですからね。なんなら侍版もあるんで無理に急ぐ必要はない。大瀬良選手はゴールデングラブ賞がもしかしたらですね、可能性が低いとは思っていますが、林選手、 A ランクがないのでまだ極みにならない。松山選手、そもそもオーダー入るかわからない。というふうに見ていくと、今称号つけられるのが堀江選手、西川選手、まあ大瀬良さんも大丈夫かなって感じですね。それプラス今回はこの人、シリーズ1のエキサイティング堂林選手ですね。はい、この人のオールエド落ちをひょっとすると次の3月使う可能性ありますので、今ミートパッド落ちにしてるんですけど、全同値に戻したいですね。はい、そして今回は特に西川選手の称号重要です。ご覧の通り、ミートパッド落ちもしくはミートへ両方可能で、今回はミートパッド落ちを狙います。先日シリーズ2の松山選手をゲットしたんですけど、これをこのシリーズ1の松山選手と入れ替えるんですけど、そうするとパワー型が1人減っちゃいます。パワー型が8名切ってしまって、コンボ超大胆不敵が消えちゃうんですよね。はい、最新の松山選手をオーダーに入れるために、西川選手とミートパッド落ち、これを決めたいという状況です。というわけでやっていきましょう。はい、最初は他球団の選手の極みで極意書稼ぎやっていきます。もしカープだけご覧になりたい場合は、チャプター表示されていると思いますので、飛んでいただければと思います。まず西選手いきましょうか。はい、当チャンネルはセカンドチームでオリジン戦もゆっくり作っていまして、西選手はオールドウチになれますね。推しに全力投球でオールドウチ。はい、チャンスは1回だけ。今日1発目、お願いします。さあ1発目どうだ。惜しいな、腰にまで割っていた。福留選手いきましょう。もしかしたら将来コストリーグとかやるかもなって思いながら置いている選手なんですけど、ミスフルがつけばミートパードウチですね。さあ2年越しの成功はなるか。チャンスは1回だけ。さあどうだ。あー、音が違う。残念。マー君いきましょう。かなり古いバージョンですね。2017。はい、これも将来ひょっとしたらのコストリーグに置いています。星3、うなる剛腕でオールドウチ。チャンスは2回。さあ4年越しのオールドウチなるか。うん、残念。2回目。さあ極意書なしで星3以上来るでしょうか。うーわ、惜しい。うわー、これ最近のマー君だったら決まってるじゃん。はい、オールドウチはまたお預け。村上選手いきましょう。シリーズ1で極みになりました。ミパドウチ狙っていきましょう。さあ一番いいのは飛ばし屋かな。さあ来い。おお、そっちで決まった。決まりました、ミパドウチ。やった、山田選手。これはオールドウチが可能な山田選手ですね。星に圧倒的なミート力でオールエドウチ、成功するかな。さあ頼みます、オールドウチ山田さん。決まるかな。行き過ぎた、星さんだ。残念。じゃあここからカープの称号いきましょう。まずは大瀬良選手いきましょうか。狙いは星3、うなる5番。決まればオール80同値。はい、これ重要だと思うんですよ。今期のカープ純正、球威型8、スタミナ型8、発動する可能性が高いと思っていて、大瀬良さんが同値になるかどうか、これ鍵だと思いますね。はい、1回だけいきましょう。さあ、これめっちゃ大事。本当に大事。頼む、決まれ。行き過ぎました。ミスコン。はい、また素材が溜まったらやり直しましょう。次、堀江選手。死者狙いしかないですね。今回1回だけ。極意書はそうですね、4枚。ちょい節約でいきましょう。こういう時に星に行って出るんだよな。星に出るのよ。よしよしよし。あー、星さんだけどな。星さんまでよかったんだけどな。まあ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 、死者に一歩近づいたということで、現時点で OK ってことにしましょう。堂林選手いきますか。オールドウチ1回決まってたんですけどね、ミートパンに振るために変えちゃったんですよね。無事に戻るといいんだけど。
さあこの世まで決まるかどうか、早く決まってくれ。早く決めて楽になりたい。ここは極意志は惜しまない。さあ極意志最大で星4引いてくれ。頼む、星4来たけどな。今日すらか、2回目、極意志マックス、星4引けよ。星4出てくれよ。星4、あー、素材がゴンガン減っていく。あと2枚大丈夫か。ここで決めよう。ラス1は心臓に悪い。ここで決める。星4、よし、また来た。まあこうなるよな、追い込まれるんだよな。まあまあこれで決まるでしょう。大丈夫でしょう。なんか決まる気がする。頼む、やってもうた、やってもうた。しかもまた被ってるし。ドーバー選手もう一枚あるんで、ストック経験値使います。正真正銘ドーバー選手、俺がラス1。ここで決まんなかったら福袋回すか。もうこういう時に来るからさ、煽ってんな、調子マンが煽ってんな。今日のラスト西川選手いきましょう。ミバ同時にしたいんですけど、現時点ではパー型でも OK ってことで、極意志なしで大丈夫ですね。お願いします。さあサクッと決まってくれ。スナイパーはこれダメだな。ですよね。やり直し、2回目。さあ確率的には 25% ぐらいで決まるはず。うわー、ミートへ行った。いや、まあいずれ欲しかったけどさ、今じゃないんだよな。一応変えとこう。はい、あと2枚いきましょう。パワー型、パワー型、パワー型。はい、ミートしか上がらねえ。ラスト、いやこれ決まると思ったけどな。頼むわ、もう何でもいいからパワー型になってくれ。いや厳しい、調子マン厳しいわ。